即行動ありがとうございます。三沢健さん、速稼塾の久保です。いつもですね、すごくレポートを送っていただいて、あの動画でですね、拝見しております。引き続き、動画の方レポートいただければと思います。非常に興味深いものになっている点はあるんですけども、もう一つ読者さんの心にフックするものとして私が提案したいのは、これからお話しする4つのエッセンスを絡めていったらどうかなということです。その4つのエッセンスというのは、人が10歳から70歳までほとんど人生の大半を持って意識するもの、鉄板のコンテンツ4種類というものを私が作ったんですけども、それは何かというと、人というのはお金にまつわることに関心がある、ほとんどの方があります。健康にまつわることに関心があります。で、仕事のことにも関心があります。恋愛のことにも関心が深いわけです。今お話したこの4つの要素を絡めて、あなたの三沢さんのコンテンツを作ると、かなりこれがですね、もう具体的なコンテンツ化していく価値を帯びてくるわけなんですよ。ということですね、今日はパスタのレポートと、パスタ店のレポートと、あと何ですかね、スマホの充電ができるよっていうことに、まあ、価値を置いて動画を撮っていただいたんですけども、こういうふうにしてはいかがでしょうかという提案です。これはあくまで提案ですからね、ちょっと頭の隅に入れておいてみてください。それはどういうことかというと、全ての動画レポートをするときに、さっきお話した4つの要素のどれかと組み合わせるんですよ。私でしたら、例えば恋愛と組み合わせて常にその動画を作っていくと。じゃあパスタ店入りましたよね、パスタ食べましたよね、スマートフォンの充電ありますよね。そこに恋愛を絡ましていくとはどういうことかって言ったら、この店は彼女と来るにはこういうところが喜ばせてあげれると思いますよ、彼女さんを喜ばせてあげれますよっていう形でレポートをすると、彼女を持っている、彼女とお付き合いしている、デートのコースに困っている方がその動画に価値を感じて、あ、さすがそうだなと動いてくれるわけなんですよ。で、そういう形で次のレポートも、例えば公園に行きました、公園ではこういうデートができます、彼女はこういったお花が喜ぶと思いますみたいなレポートしながら動画を撮るとかですね。もっと言ったら、何の変哲もないホームセンターとかも言われますよ。ホームセンターの動画を撮った時に彼女のいる方、ご家族のいる方、ホームセンターも最近はすごくサービスが良くなって商品もいっぱいになりますと。で、ペットショップのコーナーもこのホームセンターありますんで、彼女と一緒に来たら絶対に素晴らしいデートコースになりますよと、彼女の喜んだ顔見たくないですかと。こういう形で常にレポートをですね、もう恋愛に絡めていくみたいなね、テーマを持っていって全ての動画コンテンツを作っていくのはいかがかなと思います。もちろんこれ恋愛じゃなくてもいいんですよ。お金と絡めていってもいいですよ。パスタ店、今日の動画で行きましたよね。で、パスタの原価はいくらぐらいだっていう想像をしたりとかですね、客単価って言って、一人のお客さんがお店に来て帰るまでにいくら消費するかっていうのを客単価なんですけども、店をぐるっと見て、客単価がおそらくランチタイムなら1800円だと思います。お客さんは25人くらい確認できますので、売り上げが分かりますよねと。で、売り上げが分かって、これこれこういう風な月間売り上げにこの店はなってると思うんだけども、家賃はおそらくこのぐらいでしょうみたいなレポートね、行くたんびにするんですよ。パスタ店だけじゃなくて、ホームセンターでもやる、ペットショップでもやる、もう他映画でもやるとかね、そういう風にして分析していって、裏付けを後でインターネットとかで探してみると、三沢さん自身のコンテンツ能力も上がるし、社会的な価値も帯びるし、そういった業種についてる人がファンになっていくという形なんですよね。まだまだね、お話すると長いんですけども、こういう形で動画を撮って公開する、もちろんそれすごくいいです、それを続けていただきたいんですけども、興味を持つその動画アップにプラスして価値を提供する、価値を帯びさせることで、その動画がコンテンツ化されていくということですよね。こういったことをちょうどね、昨日ね、ネットビジネス勉強会でもお話ししたんですよ。単なる記事とコンテンツの差は何ですかってことですよね。記事はまあ記事なんですよ。コンテンツってのはそこに価値を帯びているということなんですよね。もっと言うとですね、今日動画の最後に締めくくるのは、自分の表現したいことを表現するのが記事です。コンテンツというのは、読者さんが受け取りたい情報を流してあげるのがコンテンツなんですよね。そういったことでですね、ちょっと離れてはいるんですけども、遠方からね、横浜から来ていただいた縁を持ってですね、私はもういつも三沢さんのことを見させてもらってます。またお会いできる日を楽しみにしておりますので、その時にですね、もうトッププレイヤーにお互いになってみましょう。ありがとうございました。